金曜も騎士団の儀礼用ローブをまとった、カミーユ・ロアン、ヤンブランダイスが、1866年、カミーユ・ヨーゼフ・フィリップ・イデス・ワルト・フィルスト・ロアンは、オーストリア・ハンガリー領・ボヘミアの貴族、大土地所有者、ロアン家課長。オーストリア貴族として、ロアン公、フランス貴族として、モントーバン公爵、ブイヨン公爵、ロシュフォール皇及びゲメネ公の爵位を有した。 ロアン家家長のゲメネコーアンリルイ・マリード・ロアンの娘、マリー・ルイーズ・ジョゼフィーヌ・ド・ロアンと、文イエスジのロシフォールコシャルル・ルイ・ガスパール・ド・ロアンの間の長男。一族は、フランス革命の勃発に伴いオーストリア領に、亡命、移住、1820年により、北ボヘミアのシフロフ城を本拠とし、ボヘミア貴族として定着した。1822年には、 カミーユの二歳年長の姉、ガスパディーヌが、ロイス・グライツ公、ハイン・リヒ19世に化し、一族とボヘミア貴族との通婚が進んだ。カミーユ自身も1826年5月28日ハイトにて、デイ,イコールベルトハイムイコールローゼンベルク公、カール・トマスの娘アーデル・ハイトと結婚している。三人の母方おじたち、シャルル・アラン、ビクトル、ルイにはいずれも男子がなく、 ロアン・ゲメネ家の断絶は確定的だった。そのため彼らの最年長の老いであり、文家ロアンドシュフォール家の直投手カミーユがロアン家課長となることは早いうちに決まっていた。1833年5月15日カミーユと弟バンジャマンはルイオジと養子縁組したが、ルイオジの資産はバンジャマンが継承した。1846年12月10日。 ビクトル王子が死ぬと同時に、カミーユは、ロアン家家長となり、ロアン公その他の爵位シフルフ城と、北ボヘミアの大所領をこの王子から相続した。1861年3月13日、レオポルト勲章大十字章を授与され、同年4月18日より、オーストリア貴族院の世襲銀席を与えられた。1865年金用毛騎士団騎士章を受けた。 カミーユは領民を労働力とし、シフロフ城と庭園の大規模な改築、改装を行った。1866年7月1日、カミーユは、シフロフ城を、広島戦争のため、ボヘミア国境地帯に進軍してきたプロイセン王、ビルヘルム一世の宿泊所として提供した。この時の艦隊が、王の心象を非常に良くしたようで、 7月3日のケーニヒグレーツの戦いに伴うオーストリア敗走後も、勝者プロイセン軍は、シフロフ城に対して、全く略奪行為を行わなかった。2週間後の7月15日、今度は、プロイセンの陸軍大将、フリードリヒヘルバルト・フォン・ビッテンフェルトが2人の将軍と、共に、シフロフ城を訪れ、司令部を設置させるよう要求したとき、カミーユはすげなく断っている。 妻との間に子がなく、弟バンジャマンの孫アラン・ロアンが後継者となった。1892年91歳の高齢で死去。カミーユ・フィリペ・ヨゼフ・イルス・ボールド、FST ・ホン・ロアン、ドゥック・デ・マント・バザーにデブイヨン、パープル・デ・ゲモニー、ジーニアロジー、ユー・ウェブ、ロアン語、ウィキメディア・コモンズには、カミーユ・ロアンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。